目も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。え、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に眼神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの総選儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。